VTV アクティベート225第225回です。今回はブロッコリーさんから荷物が届きましたので、そちらの開封と紹介をしていきたいと思います。今回届いた荷物はこちらになっております。じゃん。はい、ブロッコリー通信販売というふうに書いてありますね。通信販売のサイトがあるんですが、そちらを初めて、利用してみました。一体どのように届くのか楽しみなんですが、一応このようなかなり大きな荷物なんですが、まあ、こちらのカードと比べると分かるんですが、かなり大きな荷物なんですよね。では早速開けていきたいと思います。多分中に見せれないものが入っている可能性もあるので、その時は画面が真っ暗になるかもしれません。では、こちら段ボールの梱包を開けまして、はい、はい、ではこのようにいろいろ入っておりますね。フリーサッシですね。これフリーサッシ、黒と緑のフリーサッシですね。2月の末に新しいフリーサッシが出るということなんですが、まだそれは入っていないようですね。このように黒と緑のフリーサッシが入っています。結構良心的ですね。やっぱりフリーカードね、始めれるっていうだけあって、そしてさらにこちら、じゃじゃん。これはアポロンさんですよね。Z/X の、はい、Z/X のカードにもなっているアポロンさんなんですけど、これ実は「神々の遊び」というプレイステーションポータブル専用ソフトのタイトルのキャラクターだったんですね。知らなかったです初めて知りました。ということは他のキャラクターもカード化される可能性があったりなかったり。いいですね。かっこいいですね。イラストいいですね、やっぱ。はい、こちらには歌のプリンス様オールスターというの宣伝がありますね。中が、まあこれ歌プリってやつですかね。なんかこれが好調らしいんですが、はい、かなり、押してますね。中も外も歌プリです。ではでは、早速ですね、こちらの方開けていきたいと思います。ペラッとプチプチで梱包されてますね、はい、もう早速見えてまいりましたが、はい、出ました。でねーん、今回頼んだのはこちらです。 Z/X テーマ曲「Z/X 強い力」ウルトラプリズム、Z/X の PR カードが入ってますね。プレイヤーカード萌え音楽研究者小池雅也4444バージョン、そして Z/X カード萌え音楽発信機月宮うさぎ U3G100 式って書いてありますけど、はい、こちらの PR カードの方が、まあ、ここに、少し画像がね、はい、こちらが入っているようです。そして、お値段の方が1200円と、このようにイラストがあしらってあります。そして裏面がこのように CD ですね。 CD の盤面かっこいいな、はい、こちらの CD を2つですね、2つ頼みました。そしてもう1つですね、もう1つがこちら、じゃじゃーん、キキャラクターカードボックスコレクション Z/X 鏡原あずみ&ソードスナイパーリゲルの、カードボックスになっております。まあ前ですね、他のセラさんとかね、あの辺のカードボックスを頼んだので、以前と、まあ、内容は同じなんですが、このようにリゲルのカードボックスの方を頼みました。あのね、お店とかでは結構もう売り切れの状態だったんですが、なんとなんと通販サイトではまだ残っているという謎。これ一番人気だと思うんですけどね、こちらの方まだ残ってるんですね。はい、こちらを頼みました。そしてこの CD ですね、 CD の方をせっかくなんで開けていきたいと思います。ではどこだここですね、ここから開けていきたいと思います。中がね、やっぱり中が皆さん気になると思うんで、さあ僕の苦手な来ましたよ、こういうの。そして背表紙ですね、背表紙がこのようになっています。Z/X テーマ曲「Z/X 強い力ウルトラプリズム」、値段の方が1200円ですね、1200円になっております。そして入っている収録曲が「Z/X 強い力」と、さらにもう一つ「Z/X アクティベート」という曲ですね、この2曲が入っています。そしてオフボーカル、まあ、声なしのインストバージョンですね、カラオケが、2つ両方とも入っています。はい、まあオケは嬉しいですね。オケは結構使えるんでね、いろいろと。で、このように表紙がですね、このようになっております。結構なんか作りは背拍子取るとシンプルですね。ではこれパカッと開けまして、はい、CD の盤面がこのようになってますね。結構デザイン自体はかっこいいと思います。この機械っぽい感じがいいですよね、Z/X の。はい、でこのようにタイトルが入っているというような状態です。ではではこちらの歌詞カード的なものを見ていきましょうか。ペラリ、はい、カード入ってましたね。これ PR カードでしょう。はい、そして、こちらに歌詞カードですね、歌詞カードの方が入っています。Z/X 強い力と Z/X アクティベートピックリっていうのがね入ってますね。まあ、このように歌詞はこのように縦に書いてありますね。はい、でまあいろんな人たちのお名前が書いてありますね。このようになっております。そして、この表紙はこう広げると実は1枚の絵になっているという感じですかね。こんな感じで、はい、まあ、ちょっとしたポスターみたいに使えるってことですかね。はい、このようになっております。ではではピラッ PR カードですね。萌え音楽発信機月宮うさぎ U3G100 式起動効果0、あなたのプレイヤーが萌え音楽研究者小池雅也4444バージョンの場合、バトルしてないこのカードを相手の Z/X があるスクエアの隣の Z/X のないノーマルスクエアに置く。この能力はあなたのターンにしか使用できず、1ターンに1回しか使用できないという、なんか小難しい効果なんですけど、はい、トーチャーズの6000というユニットになっています。PR-P03-020 というナンバリングですね。はい、イラストはこのボーカルの人を、アニメ化したようなキャラクター名が書いてありますね。かなり萌え萌えな感じですけど、まあ萌え音楽っていうぐらいですからね、はい、萌え萌えですね。では、中を開けまして、はい、こちらの月宮うさぎが、1枚そして2枚ですね、2枚入ってます。はい、2枚入っていて、さらにこちらですね、先ほど豪華にも登場したこちらの萌え音楽研究者小池雅也4444バージョンですね。僕結構楽器好きなんで、ギターとかね、このイラストはいいですね。はい、でもこれ限定的にこの人、この月宮うさぎしか使えないプレイヤーカードなんでしょうね。まあもともとトーチャーズのプレイヤーカードっていうのは出てないので、まあこれで組んでみたいなというふうに思いまして、トーチャーズがね意外と強いんですよ。そうなんですよ、強いんですよ。なのでちょっとね組んでみたくなって、しっかりとでこれをちょっと頼んでみようかなというような流れでですね、今回こちらの方頼んだっていうのもあります。まあ、なんで 2個頼んだかっていう理由は、このカードがですね、要するに4枚欲しかったからというようなことですね、はい、になっております。今回はですねブロッコリーさんの通販を初めて利用してみました。まあ梱包もねプチプチに入って、さらに段ボールにしっかり入って、しっかりと梱包されていますし、注文したらね入金さえすればもうすぐ届きますね。1週間ぐらいっていう風に書いてあったんですけど、注文してから1日2日3日ぐらいで届きました。なのでさらにねこういうショップでもうなくなってるようなアイテムなんかも実はまだ通販ショップの方にはあったりもするので、こちらの方もですね、もし何か他にもブロッコリーさんのね商品で欲しいもの、例えばスリーブであったりとかカードケースであったりとかっていうものが欲しい人がいる場合はですね、是非そちらの通販のサイトですね、こちらの下の方に URL 貼っときますんで、こちらの、動画説明欄のところから URL 飛んでもらって、そちらのサイトでいろいろとちょっと見てみたらいいかなというふうに思います。では今回はこのようにブロッコリーさんの通販の開封と紹介の方をさせていただきました。それではまた VTV of the Capture